まあ、キャンベルトマトスープ、これよこれですね。 T シャツ持ってたわ食べるって人間が生きていく上で最も根源的なものですよね。資本主義社会の、まあ、あり方っていうのを、反映したのが現代アートであったと。選んでるモチーフのチョイスを見てると本当に1000年経ってもその批判に耐えるものっていうのを、まあ、作っていく。制作者が持っていたユニークネスっていうかオリジナリティみたいなものがどん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 薄まっていってしまった、まあ、そういう言い方をする人もいるんですけども、ウォーホルっていうのは圧倒的にうまい、優れた芸術っていうのはそれは昔から変わらず、まあ、圧倒的な技術っていうのが実はある。斉藤さんが資本主義を体現している人だと、実はマルクス主義ではなくて、マルクス主義ですよこういうその資本主義的なアート作品に対する嫌悪感ありますあります。私の村上隆とかすごい大嫌いなんで芸術自体がこうどん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 投資の対象みたいにこうなっていくっていうことにもすごい違和感があるし、まあ、ちょっとずっと考えるのが楽しいわ。長くなる今度一緒にだから行きましょう。行きますか、うん、美術館でも。現代アートの始まりっていうのはこのデュシャンのこういう泉だって言ってもいい。まあ、そうですね。普通にこう商品として日常の商品として売ってるもので、しかも高級なものではなくて大量生産大量消費されるものとして売ってるもので、それをアートのど真ん中に持ってくることに成功したと。でだそういう意味ではだから資本主義そのものを描いてもいるし、資本主義、まあ、あるいはそれを批判していると、あるいはこの作品を通してじゃあ資本主義っていうのはどういうものなのかっていうことを、語ることもできると。私たちが考えるきっかけになる、うん、そうですね。でそういう側面を過剰にしたのが、まあ、ウォーホールっていう。そうですね、ウォーホールですね。解説聞くと面白いですね。ああ、本当だ。いや全然やっぱ分からないですよ。便器見ても俺は。便器かみたいな、ね。そう。でウォーホルはちょっとさらになんか安っぽいお土産なんですけど、なんかウォーホルのこう複製がいろいろ入ってるお土産物があって、なんか当時の新聞記事とかで作品あったっけな。スープの缶みたいな、ね。あ、そうですね。スープの缶入ってる、ね。有名ですよね。あ、あったあった。まあ、キャンベルトマトスープですね。T シャツ持ってたわカップに着てたわ。でこれはつまりそのデュシャンがレディメイドっていう言い方で、要するにホームセンターに売ってるような日常品をアートの世界に持ってきたっていう、まあ、まさにそれの、まあ、応用っていうか継承ですよね。引き継いでいて、で その側面を、まあ、さらに何て言うかな、まあ、拡大していったのがアンディ・ウォーホルですね。ただそのだから場合によってはアンディ・ウォーホルの方が有名ですし、デュシャンよりもたくさんの人に愛されているかもしれないけど、でもその、構造っていうかアートの構造を作ったのはあくまでもやっぱり便器ですね、泉で。まあこれたまたま1個ですけど、いっぱいあるやつあるよね。そうですね、たくさん並んでて、まあ、あれまさに大量生産大量消費の、象徴みたいなものですよね。まあ、20世紀のアートっていうのは、まあ、なんといっても資本主義社会あるいはメディア社会ですね、マリリン・モンローとか、エルビス・プレスリーとか、ああいうスーパースターですよね、まあ、あれもメディア社会が生み出した巨像 でちょっと美術 の大きな流れをちょっと改めて俯瞰してみると、最初の古代の美術っていうのは神様を作ってたわけですよね、うん、で、そこからだんだん今度王様とか作り出すわけですよね、うん、で、まあ、神様はまだ地上じゃないんだけど、まあ、王様は地上、だんだんこう美術の対象が、まあ、地上に降りてくると、うん、とは言いながら王様なんで、ちょっと我々庶民とは違う人、違うですよね。で次に今度出てくるのは金持ちですよね、まあ富裕層、肖像画を描かせたりするです、ね、そうですね。で、まあ、だん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 こう落ちてくるじゃないけど、日常に近づいてきて、である意味でこの安物も、まあ、いくらか今これは普通にスーパーで当時売ってる500円ぐらいの、なんか日本で言ったらなんか丸米の味噌汁みたいなのを描いてるんですよね。そうですよね。だから神様描かないといけないところ、あれ王様描かないといけないところを、500円ぐらいの、まあ、缶を描いてると。ただそれはそのこの時代を生きている私たちが、まあ、生きてきたといっても、まあ、過去なのかもしれないけど、まあ、資本主義社会の中で生きてきたので、その資本主義社会のものをビジュアル化
して見えるものにしようとしたら、こうキャンベルトマトスープであるし、マリリン・モンローの写真であると。でそれは神様と共に生きてこなかったし、王様と共に生きてこなかった私たちにとっては、まあ、まさに見てきたものそのものなんで、まあまあモチーフとしては正しいと。ただその時代とともにあのアートっていうのは変わってきたかっていうと変わらない部分っていうのもあって、例えば絵画の主題っていうのは大きく3つぐらいあって、で1つは人物が、あの風景が、生物があってあって、でまあそれはなんか近代以前の、まあ、例えばセザンヌとか、まあ、近代ぐらいの美術までに当てはまるかっていうと、あのこれじゃあその枠に当てはめると当てはまるんですよね。でつまりこれ生物画ですよね。でデュシャンの泉もあれ生物画なんですよね。あのセザンヌがあのテーブルの上に乗っかってるワイン の, あの瓶を描いたように、果物のやつとかありますもんね、うん、よく言う美術家の人。でそのそういう生物画の伝統っていうのはちゃんと抑えてるん で, あの、で そういう意味ではなんか新しいアートをやってるようなんだけど、うん、ちゃんと抑えるべきところは抑えていると。資本主義社会の、まあ、あり方っていうのを反映したのがあの、まあ、一つですけども、一つの見方ですけども、現代アートであったと。でもしまあこれが20世紀のアートで21世紀のアートっていうのはまた違うところに行くのかどうかっていう、まあ、要するに20世紀が資本主義だったのは、まあ仕方ないだろうと。斉藤さんもまああれですよね、現実事実の問題としてあるわけですけども、まあ、ただそういう時に、逆にちょっと僕も一休みしたいんで斉藤さんに聞きたいとこがあるんですけど、まあただその僕から見ると斉藤さんっていうのはどういう学者かというと、まあ、日本の学者の中で最もあの今ですね、資本主義のど真ん中にいる人、あので例えば本が大ベストセラーになったとか、あるいはその大資本のテレビ局の番組に日常的に出てるとか、まあ、まさにあのなんていうかな、マルクス主義と言いながら、あの実は資本主義一番体現してる、資本主義をの実感できている、資本主義とは何者かっていうのを実感できている学者っていうのは斉藤さんじゃないかと思ってるんですけども、でそれをだからあのご本人は斜めに見ながらかどうか分かりませんけども、少なくともそのど真ん中にいるとっていう、あの斉藤さんから見た時にこれ どうですかねってちょっと振って、おお、いや私だから今チェゲバラの T シャツみたいになってね、コピーで売られてる身なんで、このスープになった気分ですけれども、うん、いやでもなんかこれもだからなんていうんですかね、そういう歴史を踏まえると、もちろんそういう資本主義のコピーみたいなものをこうどんどん量産していくって大量消費社会のあり方を表してるんだって言われれば、まあそうなんですけど、なんか芸術ってでも言われた時ってやっぱりすごいテクニックとか、まあ、特にやっぱり音楽、私の妻はピアノやってるので、やっぱピアニストはやっぱり私たちが絶対弾けないようなすごい技術を持ってるがゆえに、やっぱりそのベートーベンでも何でも弾いた時に凄さがこうやっぱり普通の設置にも伝わるし、でまあ現代アートより前のアートってやっぱりそれをこういかに、まあ、セザンヌにせよ何にせよ、こう風景をどう描くかとかなんだかんだっていうのが、やっぱりそれがこう絶対自分にはこんな風には描けないよなっていう、そのオーラがあったと思うんですね。それで言うとこのウォーホールはただ印刷しただけじゃないかみたいな、印刷しただけだし、これは私でも面を描けそうだし、あのデュシャンの便器だったら私でも買ってくれるっていう意味では、なんかそういうこう芸術家制作者が持っていたやっぱりそのユニークネスっていうか、やっぱりその王者、作者としての権威とかユニークネス、オリジナリティみたいなものがどん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 薄まっていってしまった。20世紀の現代アートっていうのはそれがどん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 そういう形で進んでいくと、それこそこの後ポロックなんか見ても、ポロックのただいろんな色のペンキをこうやってるだけじゃないかみたいな風に見えちゃうと、なんかだんだんなんかチープなものになっていくような気がしちゃうんですけれども、そうですね、それはどうなんですか。まあ、まさにあの、まあ、あのしばしば美術をやっている人の中、あるいは研究美術に取り組んでいる人の中にも、まあ、そういう言い方をする人もいるんですけども、それが
まあ、さっき要するに本物見ないといけないということで、本物見た時に本当にチープなのかと、まあ、で例えばアンディ・ウォーホル、キャメルトマトスープじゃないんですけど、エルビス・プレスリーの、まあ、写真を拡大して、でちょっとなんかちょっとザラザラした擦り方してて、でこっち側にもう一つ画面があって、ただ赤いだけとか何にも書いてないのがあるんですね。でそれをまあ、ある人が、まあ、デュシャンとウォーホルに質問して、なんでこっち何でも書いてないんだって言ったら、まあ、ウォーホルはサイズが倍になると絵の値段が倍になるからさって言ったんですけど、多分それは嘘で、それは本人がそうやって煙に巻いてるだけ で、うん、でその作品見ると明らかに何にも書いてない半分が絶対必要なんですよ。でこれがあってこの絵のかっこよさとかっていうのが出てきて、でそれに限らずやっぱりウォーホルっていうのはやっぱ圧倒的にうまい。でうまいっていうのは、アンディ・ウォーホルってアメリカのピッツバーグの美術大学出たんですけど、その時のドキュメンタリー、ビデオっていうか見たことがあって、大学の時の同級生がウォーホルってどういう学生だったっていう質問に対して答えているのがあって、未だに結構衝撃なんですけど、まあ、2つ言ってて、1つは目立たないやつだった、でもう1つはめちゃくちゃ絵がうまかったっていうんですね。でそれはその今斉藤さんがおっしゃったような僕たちが知っているウォーホルと反対ですよね、うん、ともかく目立つやつですね。目立ってなんか別にうまくない絵を量産してる、ただ写真拡大してるだけじゃないかでどっちが本物のウォーホルかっていうことは、まあ、僕はやっぱりベースにあるのはやっぱり学生の時の、要するに実はめちゃくちゃ絵がうまくて、で目立とうとしてるのもあくまでもなんかポーズっていうか、なんか芸術家としての作品の一部っていうか頑張って作ってるもので、やっぱりウォーホルの絵はうまい、うまい、圧倒的にうまいっていうか、例えば構図の撮り方にしろ、マリリン・モンローの写真だって、まあ、元の写真ってあるわけですよね、うん、でそれと比べると、 なんかこう線引いてトリミングしてるんですよ。でこのトリミングの仕方は絶妙、すごいと。あとサイズですよね、大体、まあ、結構でかいですけど、こういうちっちゃいので見ると伝わらない、人間の体よりもでっかいような画面が目の前に立っててっていうのを見ると、これやっぱり普通に、まあ、何をもってうまいというか分かりませんけど、でも人を圧倒する技術が明らかにあって、でそれを、まあ、ウォーホル自体が隠してるんですよね。なんか嘘ついてるっていうか言ってないんだけど、でそれが多分だからウォーホルみたいな人とウォーホルの違い、大きな違いで、要するに、まあ、例えばキース・ヘディングだってニューヨークの地下鉄に落書きしてたやつっていっぱいいるんですよね、うん、でなんでキース・ヘディングだけが残ったのかっていうと、やっぱり多分単純にうまいんだと思うんです。で今ポロックの話をしましたけど、まあ、ポロック絵の具を垂らしたりとか、まあ、投げつけたりとかして、ね、誰でも描けるじゃんって言うじゃないですか。そう、でもじゃあポロックの例えばモナリザの、模写っていうか複製描けって言ったら、まあ、描けないですよね、まあ、誰が描いてもちょっと絶対違うって、あの雰囲気にならない、違うって分かる。でじゃあポロックできるかっていうと多分できないんですよ。要するに、例えば絵の具っていうのかな、ペンキみたいなのをホームセンターで買ってきて自分でこう調合して色作るんですけど、そうするとその、まあ、そのまま缶のままこう垂らしてこう、まあ、動かしたりして、まあ、この軌跡が残るんですよ。でその時の、まあね、粘土って、ね、粘り気ですね。要するにどの速さで動かすかによってこの絵の具のたまる量とか違ってくるわけじゃないですか、うん、それは明らかにコントロールしてて、だからそれと同じ太さで描けって言ったら多分描けない、相当の修行を積まないと描けない。もしかしたらモナリザよりもウォーホル の何て言うかな、贋作作るのは難しいかもしれない、要するに実は僕は優れた芸術っていうのはそれは昔から変わらず現代アートにおいても、まあ、圧倒的な技術っていうのが実はあるっていうふうに思っていて、それをなんかコンセプチュアルだっていうことで頭だけで見てで、だからそうすると現代アートは分かんないとか、もしかしたらつまんないとかってなってしまって、で多分だから1000年経ってもウォーホルの絵っていうのはある種の神聖さ、例えば昔マリアを描いた宗教画と同じようにマリリン・モンローが多分ある種のこう人間の持ってる聖なるものっていうのを体現していると。
単なるポップスターとか人気者を描いてるっていうんじゃなくて、で実際ウォールは相当敬虔なクリスチャンで、でずっと明かされてなかったんですけど、ウォーホルの部屋には宗教画っていうかこう置いてあって、毎週実は教会に通っていて、で、まあ、要するに多分ウォーホルはかつての宗教画を現代語で現代の言葉で描こうとしたらこうなると。でだこれだって食べるって人間が生きていく上で最も根源的なものですよね。でそういう意味で考えると、このキャンベルトマトスープっていうか、まあ、スープとかこういうこれ以上にこの世に大切なものがあるのかっていう、まあ、なんかある意味でいろんなチョイス選んでるモチーフのチョイスを見てると、本当に千年経ってもその批判に耐えるものっていうのを、まあ、作っていると。いやまあ確かに20世紀においては資本主義が神みたいなものになったと思うので、それはすごい分かったんですけど、でもなんか今日のその冒頭の布施先生の話で、やっぱりその芸術っていうものとその解剖学の身体っていうものがやっぱりある種結びついているっていう話から出発した時に、私はこのなんか現代アートのイメージですけど、やっぱりコンセプチュアルっていう、まあ、ある種の思い込みみたいなものがあって、でそれをやっぱり養老さんとかがよく言ってた脳化、こう人間っていうのはいろんなものを要するに概念によって抽象化して、まあ、どんどん全部そういう物質的なものを取り払っていっちゃう、それが行き過ぎた先がメタバースだったみたいな話をよくするわけですけど、同じように現代アートもだんだんそういう芸術が持っていた身体性っていうものをこう物質性をこう取っ払っていって脳化した先にある単なるコンセプチュアルなものみたいな風にちょっと見えちゃったんですけれど、そこをどうつながる感じなんですか、解剖学的な話をもし何か入れるとすると、まあ、脳化っていうのもまあ、ある短い何百年というスパンで見ると、うん、要するに身体性から脳化っていうふうに言ってるんだけど、もっと長い目で見ると脳化と身体性行ったり来たりしてるんですよね。まあ、例えばヨーロッパでいうと中世、まあ、あれは まさに脳化の世界で身体がないんですよ。ですよね。まあ、大体絵下手くそだし、まあ、下手くそっていうかその、普通いう意味で、下手くそだし、だから何千年というレベルで見ると、脳化と、まあ、身体化っていうのを振り子のようにこっちに行ったりこっちに行ったりして、で、まあ、近代から20世紀に至る流れっていうのは身体から脳化に行ってるんだけど、長く見るとこっち行ったりこっち行ったり しているっていうのがあって、で あともう一つのウォーホルの話でもうちょっとだけ話すと、まあ、斉藤さんが資本主義を体現している人だと、実はマルクス主義ではなくてマルクス主義ですよ実はいやいやいや で実は その矛盾というか、うん、それウォーホル描いてるんですよ。なるほどなるほど。でつまりマルクスの肖像の作品ってあるんですよ。へえ。でそれぜひ何か斎藤さんの何かアイコンにしてもいい。アイコンにしたい。で知らなかった。まあ、それはまあ一つ、まあ、毛沢東をやってるのをご存知。はい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 。まああんな感じで毛沢東ほど何か圧倒的な作品ではないんですけど、単に有名だからっていうことですよね。まあ、マルクスって、まあ、誰でも知ってるっていうことで、まあ、ポップスター的なことではあるんでしょうけども、でもそこになんか資本主義の、体現した絵画の中に、まあ、毛沢東もそうですけどマルクスとか何で持ってきてるのかって、なんかぜひ斉藤さんなんかこう考えたらっていうか、なんかお金たくさん稼いだらなんか それこそウォーホルの毛沢東買ってちょっと、そんな稼がないんですか、ね、まあ、いやいやなんかまあでも それちょっと一応なんか言っておきたかったんです、いやだから何でもやっぱり資本主義ってそうやってマルクスでも、まあ、さっき言ったチゲバラの T シャツとかまさにね、なんかこうみんなチゲバラが誰か知らずになんとなくかっこよくて着てるみたいな、でもああいうのと、まあ、こういうのって基本的には変わらないっちゃ変わらないのかなとは思ったんですよね。で どうですかね、まあ、それで20世紀がまあ資本主義だったとして、まあ、さっき振り子って言いましたけど、21世紀がね、今度どうなるかっていうので、あれですか、こういうその資本主義今的なアート作品に対する嫌悪感みたいなのっていうのは、うん、斉藤さん的な人から見るとあるんですかね。あります、あります。私の村上隆とかすごい大嫌いなんで、なんかあんななんで京都にあんな仲高いいつも同じようなのをコピーしやがってみたいなのはあるし、何ですかね、やっぱり芸術自体が
こうどん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 投資の対象みたいにこうなっていくっていうことにもすごい違和感があるし、だからなんていうんですかね、結局でも違和感ありながらも、うん、まあ、今僕が言ったみたいにこう実は資本主義一番体現してる人みたいな、あでもなんかその違和感をなしに芸術自体がこうなっていったら良くないなと思うわけですよね、うん、だから別にこう私たちは資本主義で生きている以上ある種資本主義的なものにとらわれで、まあ、私も含め消費されていくわけですけれども、ただそれに対してもっとこう意識的な付き合い方はいろんな形で、まあ、それはその意識的な付き合い方自体もいろんな形があると思うのであれですけれど、もっとあっていいのかなっていうんで、まあ、そういう意味で私結構チンポムの後ろさんとかの話を聞くと、やっぱ彼らはそういう明確なビジョンを持ってやってるなっていう、まあ、そういうのは結構だから好きだったりはするので、でもその時にやっぱ彼らがやってることを理解する上でやっぱりじゃあまず20世紀の現代アートってのはそもそもどういうものなのかとかっていうのを含めて、まあ、もうちょっと理解しないとなっていうのが、まあちょっと今日この授業を受けたいなと思った理由だったんですよね。そうですね、まあ、それでまあただまあさっきも言いかけ、ま、言いましたけども、これを言っちゃおしまいっていう感じがあるんですけど、あえて20世紀のアート的なことを説明しましたけれども、うん、観点からデュシャンとかウォーホル説明しましたけど、まあ、今もしデュシャンが1000年経っても、あるいはウォーホルが1000年経っても残ってるとしたら、それは資本主義で体現してるからじゃなくて、実はもっと普遍的なところにべったり手をつけていたっていうか、まあ、一言で言えば当たり前ですけど本物だったっていうことですよね、うん、で芸術作品が残るっていうのは結局で例えば古代ギリシャの美術って今でも残ってますけど、あれ全部宗教神様なわけですよね、うん、でところが私たちはもう古代ギリシャの宗教って、まあまあ、一部信者はいるかもしれません、まあ、ほとんどもう実質ないわけですよね。でつまり宗教がなくなっても生き延びる力っていうのが芸術にあって、まあ、それはだから、まあ、その手前味噌なんですけど、自分がその芸術っていうのに取り組んでいる宗教よりもはるかに大きなスパンの力を芸術っていうのは持っていて、でおそらくそのだから古代ギリシャの宗教がなくなっても古代ギリシャの美術っていうのが人間の心を揺さぶり続ける、掴み続けるように、まあ、デュシャンに、まあ、僕はデュシャンとウォーホル、まあ、特にデュシャンはまだたくさん謎が残っていると思うんです。資本主義がなくなっても生き延びるというか、まあ、一応今日は資本主義的な観点から説明をしましたけれども、レディメイドとか、まあ、要するに芸術の普遍的なものにこうべったり手をつけているんじゃないかなと。でだからその現代ちょっとなんかその同じ文脈に乗るんだけどあいつ好きじゃないみたいなのってのはちょっと偽物じゃないけど、ちょっとなんかやっぱり芸術のとしてまだそこまでなのかなって、ね、それでいうと21世紀をこう体現している今のアーティストみたいなのってどういう形になる、先生的に言うと、まあでもそれをまあまあ、探すこいつちょっと普遍に近いなみたいな人、まあ、そうですよね。でそれ探して、まあ、当たるか外れるかって、まあ、結局、まあ、我々の目よりも、まあ、歴史とかそういったものの、まあ、目の方が多分本物ではあると思うんですけども、まあ、ただとりあえずでもそれをこいつ本物かもしれないみたいな探す楽しみはありますよね。うん、それを、ね、教えてもらって早めに投資まあ、投資って観点ではね、まあ、でも投資ってのはでもある意味で短期的というか要するに千年単位とかではないんで、うん、偽物でも投資はうまくいくんじゃないですか、ね、うん、まあ、そこは確かにね、うん、こう人気が出る人って別にでも千年後に残らない人ってのはたくさんいる、うん、そうですね、はい、質問していいですか。じゃあなんかその千年残ったらこう美術のアートのなんかこうシーンとかにべったりなんか描いてたっていうお話あったじゃないですか、うん、でちょっと初めの方に戻るんですけど、いいアートっていうのはなんかこう何回分かったように見えてもこうやっぱり分かんない奥深さがあるみたいなお話があったじゃないですか、うんうん、2点聞いていいですか、はい、1点目はじゃ作者はそこに何か答えがあったのかなっていうのが一つ気になったんですよね。その本当は奥深くに作者の本当のこう思い全容だけど何かがあったのかなっていう一つ気になったのと、あともう一つはそもそもそういうふうな存在のこう奥深さがずっとこう考えさせるアートって何のためにあるのかなって気になって、まあ、ぶっちゃけ飯食って子供作って生涯を終える分には、まあ、あまり関係ないかも、まあ、動物もできてますし、
まあ、人間だけがなぜアートを持つようになったのかっていう問いなんですけど、その2点ちょっとお聞きしてもいいですか。まあ、そうですね、まあ、アートの方で飯食って子供作ってっていうだけで人生いいのかっていうと、やっぱりその時に何かでもちょっと求めたくなっちゃいますよね。だったらその時多分アートっていうのが何か知らないけどふうとやってくるっていうか、でそれでだこういうあの、まあ、わざわざ第1回の場で現代アートっていうかアートを語るっていう、なんかあそこには何かあるっていうのを感じてるんだと思うんですよね。やっぱり名刺食って子供作って、それでまあなんかある時は人生これでいいと、お金いっぱいあっていいと思ってるかもしれないけど、でそれはだから例えばいろんな大富豪がお金、ロックフェラーにしろビル・ゲイツにしろ、みんなお金稼いだと最後何あるかって絵買うんですよね、結構みんな、うん、だったら初めから画家目指した方がいいんじゃないかとか思ったりするんですけど、でだからそれ答えないですけども、僕はそういう何かを超えた力っていうのをアートっていうのが持っていて、うん、それが、まあ、僕はそれに惹かれる、うん、でレンブラントが言葉で、そのレンブラントが、まあ、結構売れてる時に、まあ、お金がたくさん入ってきた時にそれを否定するように、大切なのは富よりも名誉だっていう言い方をするんですね。で、お金いっぱい入ってきてるんだけど、まあ、それよりも名誉だと。でそれが最後晩年になってくるとさらにもう一言加わって、うん、名誉よりも自由だっていう、名誉だけでも要するに有名になってみんなからこう称賛されてもなんか満足できないと、それよりも自由に何かやってるっていうのが、嬉しい、まあ、で確かにそういう境地を感じさせるレンブラントの場合だと晩年の絵なんですよね。でそうだ、僕だそういうのが何か知りたいからみんな美術館に、まあ、何しに行くんだっていうことですけど、まあ、なんか人間っていうのは、何かそういう欲望を持っていると。であとさっきもう一つ前の方の質問は、何でしたっけ、芸術家がその答えを奥底に持ってるのかって、まあ、作り手が、まあ、そうですね。それももちろん僕は何でも知ってるわけじゃなくて、僕自身も同じようにその謎を抱えているわけですけども、まあ、例えばゴッホが誰にも認められなかったわけですよね。本当に誰にも認められなかったわけですよね。でもその時ゴッホは絶対的な自信を持っていたのか、100年経ったらというか、まあ、あれ死んでもう10年ぐらいでとってもうぐんぐん評価上がるんですけど、自分の評価はすぐ上がるって分かっていたのか、まあ、それは分かんないですよね。ゴッホの心は分かんない。ゴッホって何で有名になったかっていうと、まあ、ゴッホ死んだ後にすぐ弟も半年後ぐらいに死んでしまって、で弟の奥さんがいたんですね。で奥さんが、まあ、結構やり手でっていうか、要するにゴッホの絵がたくさん残ったわけですよね。でこれ使って展覧会開くんですよ。でそしたら、まあ、大人気というか、もう今日につながるまでの、まあ、そこから全てが始まるんですけど、でそれ見てると、まあ、なんかよく言われるのはゴッホは時代が早すぎたっていう言い方がするんですけど、実は単に売り方下手だったんじゃないかってプロモーションっていうか、そうですね。で死んで本当すぐ、要するに奥さんですから、まあ、ほぼ同世代の人ですよね。同世代の人が世に出すことに成功してるんで、で、まあ、ゴッホのことだけ語っても、1時間以上語れるんであれですけども、まあ、ただ少なくともなんか ああいうゴッホの伝記見てると、ゴッホもう絵描くのやめてもよかったから、あと10年生きさせてやりたかったと思いますよね。要するに自分がどうなったかっていうのを見届けて死んでいくっていうか、今でもこんなふうにゴッホって語られる、っていう、でそれ全く知らずに死んでいったっていうところがあるんですけど、まあでもやっぱりああいう絵を、まあ、これ推察ですけど、描いたからには何か満足っていうか、なんかやったぜみたいな。で、まあ、ただゴッホの場合は波があって、すごくこう冷静にこう絵を描いてる時と、まあ何て言うかな、まあ、要するに狂人っていうか、ちょっと発狂しちゃってるような時期がこう交互に打ち、もう要するに自分でも自分が分かんなくなっちゃってるような時期があって、まあ、両方、まあ、あるんですけども、冷めてる時のゴッホって、まあ、あれですよね、
まあ、とってつもないけど、それをだからゴッホはこの時の俺っていうか、あるいは この時に描いたこの絵っていうのがもう OK だぜって思ってたのかどうかはまあ分かんないですね。でも分かんないし、今の人たちも、まあ、ゴッホコンプレックスっていうのがあって、要するに生きてる時売れなくてもいつか売れる、売れるっていう、でそれがどれだけいろんな人の人生狂わせてきたかみたいなあるんですけども、まあだからまあ分からない、単なる思い込みの場合もあるし、まあそれは難しいですけども、それがほとんどですよね。まあそうですね、まあ、そういうなんていう神話を振りまい、若い次の世代の人たちに振りまいてしまったっていうか、まあでもその夢を見て、まあ、未だにこうなんていうか貧乏しながらも頑張ってる人、アーティストたちっていうのもいるわけで、うんですね。ちょっと僕も最後か分からないけど質問していいですか。まあ、でもこれを、まあ、今日やっぱお話を聞いて、あそうかと、やっぱり実際の作品をもっとまず見ることが大事なんだなと思ったんですけれど、まあ、でもなんか日本にいるとやっぱりなかなかこうさっき言った人のデュシャンの作品をフィラデルフィアに見に行くのは難しいし、うん、まあ、そういうのがこう仮に日本になんとか展とか言ってきた時とはなんかすごい行列になって、なんかあまりありに行くの私ちょっと嫌なんですね、混みすぎてるから。そうすると私たちがその身近にこうアートを楽しむチャンスってやっぱりそういうなんかまあ現代アートみたいなものを21世紀の、要するにその千年的なものを価値を持ってるか分かんない人たちのものを結構見る機会も多いかなと思うんですけれども、そういう時のこう楽しみ方とかっていうのはどのあたりを注意すればいいっていうか、どうやったら楽しめるようになるんですかね。はいはい、で、僕自身の、まあ、経験というか、まあ、僕自身がどういうふうに楽しんでるかというと、うん、まあ、さっき言ったことですけど、ともかく本物を見るということですね。だから超一流の作品の、ポスターじゃなくて二流三流であっても本物を見た方が、まあ、作品は雄弁にいろんなことを、うん、語ってくるということで、でまあ最後でよかったら最後ちょっと一応本物の作品を1個持ってきたんで、まあ、若い斉藤さんと多分ほぼ同じぐらいの年の、おまさに現代の、そうですね、で、まあ、まあたまたま僕が買った、TYM344 さんって言って、名前があるんですけど普通の日本人なんですけども、TYM344 っていう名前なんですけど、あこれ彼は早稲田を出てて、なんかキャンパスが富山にあって、 DYM って富山ってことなんで、富山のなんか344号室のが自分の研究室だったっていう、ただそれだけのなんかダジャレみたいな、なんかちょっとラッパーみたいな名前なんですけど、うん、でそれ で、まあ、彼は早稲田なんで、もともと絵を描くトレーニングっていうのはあまりしてなくて、うん、まあ、美術史やってて、まあ、卒業論文でいうかまさにアンディ・ウォーホルやってたみたいなんですね。で、まあ、今ちょうどたまたま、カンの作品、ウォーホルの作品なんでちょうどつながるんですけども、現代アートで赤瀬川源平って人がいて、トマソンとか、トマソンとかやった人ですね。例えばなんか家を改築してこう階段に玄関がちょっと高いところにあってこう登っていく、でそれを改築したんでその階段だけ残ってて何のための階段か分かんないっていう。でトマソンってもう僕はぐらいは知ってるんですけど、プロ野球 の、外国から来た助っ人で、まあ、なんていうかな、すごいパワーがあってブンブン空振りばっかりしてたやつの選手の名前なんですけど、まあ、要するに何の役にも立たないっていうことで、トマソンっていう、あそういう由来で名前が付いてる。そうですね。でその赤瀬川源平さんですね、小説書いて芥川賞とかも取ってるんですけども、で赤瀬川源平さんの作品で、宇宙の缶詰っていうのがあるんですね。で、それはまあ、普通にホームセンターに売ってる缶詰をカニ缶なんですけど、カニが入ってるカニ缶を買ってきて、で昔なんでパカッて開くんじゃなくてこうグリ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 開けて、でこう蓋を開けて、で中食べて、で分解して、この横の部分を裏返して、で蓋も裏返して、でそこも裏返して、でもう一回ハンダゴテかなんかでくっつけるんですよ。で、つまり缶の外側にあったものを、要するに缶を全部ひっくり返すことによって宇宙がここに入ってるっていう、
イメージわかりますか？わかります。っていうのが まずその赤瀬川源平さんの作品であって、でそれ宇宙の管理官っていうんですね。で、これが TYM3 法法さんの作品で、それを元にして、今の説明を聞くと、お分かりかと思うんですけども、で、管理官ですね。でかつ、そこから赤瀬川源平さんの作品は、立体作品ですね、まさにそのデュシャンの便器みたいな、日常品ですよね、でなんですけど、彼の場合は絵 でかつその赤瀬川源平さんは、こうひっくり返してハンダでやったか知らないけど、ともかくくっつけた、くっつけて立体作品なんですけど、絵画なんでそれを平面にしてるんですね。で、こっちとこっちに、蓋と底があって、側面があって、そうすると、まさに二次元ですよね。スーパーフラットじゃないけど、こう世界を二次元にしていて、でまただから違った楽しみ方ができるし、で今のは説明ですけど、これまさに本物なんで、周りがこう絵の具の、白い絵の具が残ってたりして、でもそうするとそこから分かるのは、多分これ一回全部白く塗ってるんですよね、でその上に、黒で描いてるんだろうなみたいな、そういう制作のプロセスっていうか、それは写真で見るとそういう最終的なイメージだけしか見ないんだけど、でっていうの で、あとちょっとなんか ユーモラスっていうか、描き方がユーモラスみたいな感じもあって、独自の世界があるんですね。でもこれにちょっとこうするような、そうですね、イメージですね。要するにこれがあって、赤瀬川源平があって、でここデュシャンがあって、それをこういう、ね、平面にしてっていうのと、でそういうふうに楽しめるっていうか、で、ただ僕は美術専門なんで、そういうふうに見ますけど、でもあるいは何も分からなくて見ても、なんか画面の真ん中に白があって、上と下に丸があって、それギザギザしててみたいな、これはこれでなんか毎日部屋の壁に飾って見てても、それはそれで楽しいと思うんですけど、であともう彼はこのシリーズで、もう一作ですね持っていて、メルダ・ダルティスタって言って似たような、これはマンゾーニっていう、やっぱりともかくシティアイムス・リフォーボーさんは早稲田出てるんで、理屈っぽいというか、で1960年頃にマンゾーニっていうアーティストがいて、自分のうんちを、メアダーですもんね、そうですね、缶詰の中、缶の中に入れて、で、それ閉じて、でそれを金、その重さが、作品の重さがありますよね、それをその時の金の何て言うか時価総額っていうのか、と同じ値段で売るっていうことを やった作品があって、本当のうんこをそこに入れてたんですか？でそれは、つまり永遠に謎なんですよ。で買った人が要するに缶を開けないと実は何も入ってないかもしれない、そういうストーリーをそこに作っただけかもしれないし、本当のものが入ってる、本当の変態かもしれないしでそれ買った人もやっぱり開ける勇気はないかもしれない。でまだ開かずにどっかにあるんですか？ですかね。でだか それがその、優れた芸術作品は永遠の謎であると、つまり入ってる入ってない入ってる入ってないって、でちょっと匂い嗅いでみる、でも匂いしないみたいな、で匂いするけど、これもしかしたら匂いつけてるのかもしれない、で実は中身ないかもしれないみたいな、で、ずっとで、いつまでたってもなんか、うんちを握りが最後に戻ってきました、ね、そうですね、で、ということで、その、でこれは、ね、それをこう、そうですね、それを元にして、要するにこれとシリーズですよね。その人の名前ですか？それは作品の名前、その作品の名前が書かれてるんですか？そうですね、アーティストの、うんちというタイトルですね。で、なのでその、彼どっちが最初の作品なのか分からないけど、バリエーションで、ただ、今日の説明で言うと、ただその元はキャンベルトマトスープにつながってきて、で、まさにこう食べ物と排泄物というか、うんちがつながってきてと、いうふうに、いろいろどこまでも楽しめると、いろんなこうつながりが連想ゲームみたいになったりする。そうですね、楽しむもんなんですか、アートってのは。やっぱり楽しそうですね。そうですね、楽しむ、いろいろあるでしょうね。楽しむっていうのも一つの効能というか、
んですよね。で、まあ、あるいは神聖な気持ちになるっていうか、もうなんかともかく参りましたってこうひざまずきたくなるかもしれないし、まあ、今いろんなあのものがあるかもしれませんけれども、で、まあ、ともかくっていうようなふうに、まあ、見てくると、それぞれいろんなこと、人がいろんなことやってるようなんだけど、実はなんかアートが思考しているものっていうのはなんか一つなのかもしれないっていうか、それはあの、まあ、あの前半の話というか戻ると、まあ僕がそのまあ、本で書いた三木茂夫先生が言っていた、まあ、まさにその万蔵になんかその三木茂夫と全く関係ないですけど、うんちを握れを体現している人 でなんかデュシャンから始まって気がついたら巡り巡って、まあ、ここに来てしまったと。で、まあ、この作品って万蔵にの作品が、まあ、ちょっと説明的な感じがしすぎて、あのそれが何て言うか千年経って残るかっていうのは、まあ、わかんなんかウォーホルは なんかそういう説明と違う何かを持ってるっていう感じが あるんですけど、まあ、その要するに、まあ、うまいっていうことですよね。さっき言ってたね、やっぱ見た目として本物を見るとやっぱり、そうですね、でうまいっていうことの持ってる強さ、まあ、っていうのもあって、まあそれはピカソだって子供の時に、まあ、圧倒的にうまかったわけですよね。昔のやつで、まあ、ただそれゴッホだってやっぱりうまいんですよね。あの 10代で描いていたちょっと鉛筆画とか見ると、なんかあの、裏庭のなんか、納屋みたいなのを描いてる、でこう太陽の光があったって影があったりとかで、あの私たちが知ってるなんか筆の跡がグリングリンあるようなゴッホの絵じゃなくて、まあ、普通にうまい絵なんですよ。だから あれはあくまでスタイルなんですよね、うん、あの普遍的なスタイルとしてゴッホが作った、あのジャクソン・ポロックだってやっぱりスタイルなんですよね。で、なのでまあだからそのセンスを磨きつつで、ただその感覚だけじゃなくて、やっぱり一方でいろんなあの考えさせるも あのこう考えを揺さぶるもの、常識を揺さぶるものっていうか、まあまあ、例えばそのデュシャンが、まあ、やっぱり、本質的にはずっとこう続いている芸術をただ継承していただけかもしれないけど、まあ、ある時代に大きな改革をしたというか、あのそれまで芸術と思われてなかったものを出したっていうのを見ると、まあ、私たちもそれに引っ張られて、なんかこうちょっと新しいことをやろうとか、あのちょっと凝り固まった私を反省しようみたいなふうに、うん、思ったりすることもあるわけで、まああのまあ、そういうのがアートの効能 でだそういう意味ではその20世紀現代アートになって初めて分からなくなったんじゃなくて、まあ、実はいつの時代でもあの芸術が出てきた時は多分分からなかったんだと思うんですよね。で分からなかったんだけど なんだか知らないちょっとあのちょっと圧倒的な力みたいなのを感じて真空状態に なって保有してきたと。それは印象派が出た時だって、そうですし、まあ、いつでもそうだと思う。最先端のものは、ね、まあ、でもそれが世界の別の見方とか普段問わないようなことを、うん、やっぱりアートを通じて問うようになったりとか、うんうん、でなんかこういいですね、やっぱ善と悪とか美しいと美しくないもの、芸術非芸術ってそういう境界線を問い直すっていうのが現代アートだっていうのはなんかすごいいいメッセージだなと。でまあ、ともかく答えがないん でだから答えがあるとしたら絵の前に立ちましょうっていう、作品の前に立ちましょうっていう、本物の前に立ちましょうっていう、それ自由なんですか、その後どう感じるかは、まあ、受け手の そうですね。ただあの自由なんだけど、多分人間ってみんな同じような体持ってて、同じような脳持ってて、同じような目持ってるんで、まあ、なんだかんだ言いながら多分みんな同じように感じるものなんだと思いますよ。なんか答えをね、日本人って求めちゃうから。そうっすね、さっきもおっしゃってた本当のアーティストのこう思い描いてたものみたいな、ね、そうですね、なんか求めがちですけどね。そうするとちょっとじゃあ斉藤さん最後まとめてますけど、一個だけそのまとめる前にお聞きすると どう感じてもいいんだとすると、その例えば野に咲いてる花とアートって 何が違うの？その花見てもあ綺麗だなと思う人もいれば、癒されるなと思う人もいるし、悲しいなと思う人もいるじゃないですか、うん、それとこうアートってこう何が違うんですか？
まあ、あのアートは基本的には世界を、まあ、抽象化というか単純化したものですよね、うん、だからその花見た時に花っていろんな要素あるじゃないですか。でそこからなんかいろんなものを引いてって残ったものを作品抽象化したものがあるんですか。そうですね、マイナスですね。で、まあ、それでそう、まあ、いろいろ話すとあれなんですけど、あの、さっきの、 その、デュシャンの話とウォーホルの話っていうのは、まあ、ある意味対比もできてあのつながってるっていう今日話しましたけども、でつまりあのデュシャンが出てきた頃っていうのは モダンっていう言い方がされたんですね。でそれで、まあ、デュシャン、あの、まあ、20世紀後半の、ウォーホルたちはポップ、まあ、ポップアートというかポップという言い方がされて、まあ、それ建築とかあの思想でいうと、まあ、モダンとポストモダンなのかもしれないけど、まあ、美術の場合はモダンとポップで、まあ、まあ同じようなものなんですけど、でそれ簡単に説明するとモダンというのは多分引き算なんですよ。この世界の中から引き算、便器だけ持ってくるとかで、ポップというのは多分足し算なんですね。へー、まあ、どん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 なんかくっつけていくっていうか、で、まあ、あのだからウォーホルの作品もなんか やたらこうあの、なんかこう繰り返されるとかありますけど、 でただでそのし今おっしゃった自然と何が違うのかっていう、まあ、だそれもあのそれ僕だって今63ですけど、まあ、50年ぐらいかけてずっと考えていることで、あので、まあ、特に、まあ、あの美術解剖学っていう話をしましたけど、まあ、あの人体って結局自然なわけですよね。あの自然のものなわけですよね。で、まあ、であるいはその人体の向こう側には海があり森があり、そういったものとの関係で、人体っていうのは作られていて、でその自然というのと芸術の関係っていうのがあったときに、まあまあ、僕は基本的にはあ、僕の言葉で、まあ、大体授業の毎年の初めの時に学生に言う言葉で、まあ、美の最高の教師は自然であると。で、まあ、なので、まあ、森に行き海に行き、鳥を見て、で、まあ、あるいは人体を研究し、で、まあ、それ三木修行的に言えばその自然の一つの極致がうんち、自然っていうのが集約されているのがうんちだとしたら、でそれをまあそれに対して、まあ、どう近づけるかっていうのがアートなんじゃないかなと思いますね。でただ自然を見るっていうのも結局自然って複雑なもんだけど、自然を見た時に見えるものって自分の尺度でしか見えないわけじゃないですか。で自分の尺度で見てる自然っていうことで言うと、まあそれは美術と変わらないかもしれなくて、ま、ではありますね。いやめちゃくちゃ、まあ、ちょっとずっと考えるのが楽しいわ。ちょっと長くなりますけど、斉藤さん、そろそろお時間になっちゃいましたけど、どうです、最後なんか質問か感想かどうでした、斉藤さん。でもやっぱりちょっとこういう話も、うん、ついやっぱり最近ネットとかでね見がちだけど、やっぱり実際にミュージアム美術館に行って作品を見ないといけないなと思ったし、うん、あとやっぱりうんちがね、うん、その美術の根幹にあるみたいな話っていうのは、三木茂雄さんでしたっけ、なんか知らなかったから全然知らなかった、読んでみたいと思いました、ね、そもそも解剖と、うん、美術がこういうふうにつながってるっていうのは、うん、ちょっと新しい全然内容だったので、うん、またなんかそれがどうウォーホールとかね、なんかつながるのかなと思ったけど、なんか最後この缶の話を聞いたら、うん、すごい、なんかもう一回戻ってきた感じがしたので、うん、よいしょ、はい、いやこれもっと自由に見ていろいろ解釈したりしなきゃいけないですね。今度一緒にだから行きましょう。行きますか、うん、美術館でも第2弾みたいな感じでちょっと直接解説してもらうみたいな、うん、そうですねやっぱ本物見るってやっぱ圧倒的に大事で、うん、あの例えば修学旅行、あの中学高校の修学旅行とかで奈良とか連れてかれるじゃないですか。でなんかああいう学生見てるともう作品見ないでおしゃべりだけしてて つき合ったりとかしてて、うん、まあまあ何て言うかな、こっちはこう見に行こうと思ったりすると邪魔だなとか思ったりするじゃないですか、うん、いない、あ子供ガキ連れてくるの、うん、でもあれ多分すごく多分重要なことで、あのなんか日本人ってみんな年取ると仏像好きになるじゃないですか、うん、あれ多分だから10代の頃に種まかれて見てるから50年だ、あれなかったら、うん、あの年取って仏像好きにならない、まあ、仏像に限りませんけども、
だそれはともかく本物だ、なんか友達と小突き合いながら片目でなんていうかな、目の片隅で見たかもしれないけど、なんか法隆寺にしろ何にしろ本物見てるわけですよね。で それが、うん、なんかやっぱり多分届いてるんだと思うんですよね。だ子供にもやっぱ本物見せろっていう、それはあの教育は僕は正しいというか、まあ、邪魔ですけど、うん、あの自分が見に行くとき、うん、一個だけちょっと最後質問していいですか、はい、その美術家の方がもし仮にですけど伝えたいこととか表現したいことがあるんだとすると、うん、なんかこう僕なんかエンタメ界隈の人間なんで、うん、エンタメ界隈の人からするとじゃあその修学旅行に行った時に引きつける努力した方がいいんじゃないかなアーティストの人もと思っちゃうんですよね、うん、いや1回目行った時にちょっと引きつけてくれよと、うん、エンタメ界隈の人は思うわけですよ。高校生が40年ぐらい遅いよみたいな、その40年有意義だろうその方がと思っちゃうんですよ、うん、まあ、そのエンタメからするとちょっと その抜けに引きつけた上に何かこう訴えかけるものがあるっていう手法もあるんじゃないかと思うんですけど、アーティストの方がそういう手法を取らないのはどうしてなんでしょう。やっぱ本質の方を重要するのかもしれないけども、 ただ例えば松尾芭蕉が不易流行っていう言い方してて、うん、流行と不易の本質ですよね、うん、両方大事だっていう芭蕉なんか言っているので、はい、ただから本質だけ語っていても伝わらないですね、まあ、いけないっていうか、そこにはやっぱその便宜みたいな楽しさとか引きつける何かが、まあ、そうでしょう、まあ、入り口ですよね。なんか両立するものがやっぱり優れた作品、そうですね、便宜やっぱ引きつけられますからね、便宜はやっぱりすごいよね、うん、だからその、法隆寺にしろ何にしろ平等院にしろ子どもたち引きつけられてないか、引きつけられてないからおしゃべりしてるかっていうと実は引きつけられてるんじゃないかなと。なるほど、それはなんか そこらを歩いてるのとは明らかにもう違う時間なんじゃないかなって、それは誰も言語化で、できないっていうか、うんうんうん、とは思いますね。なるほど。面白い、ま、この中途半端な知識をつけて、ただなんかうんちこおじさんみたいにならないようにだけは気をつけようと。まあそうですね、自分で楽しむのが一番良さそうですね。すぐ言いたくなってくる、この絵はさみたいに。あとこれずるいかもしれないですけど、やっぱこの本物の先生の話をちょっと動画通してじゃなくて本物で聞けた感動ってちょっとあるかもしれないです ね、 ありますね。動画通して伝わらない、ちょっと身も蓋も YouTube で身も蓋もないこと言いますけど、うん、めちゃくちゃちょっと面白かったですからね。面白かった。これ動画で伝わってればいいですね。だからなるべく編集しないでやりますわ、うん、編集したくないでいいんじゃん。やっぱちょっとね面白いかもしれないと思いました。じゃあ斉藤さん、はい、本日ご清聴ありがとうございました。はい、本当に先生、今日の、なんていうかな、タイトルも忘れちゃって面白すぎて、もう一度受けたい授業ですね。本日は斉藤光平先生に選んでいただいたのは、布施さんの現代アトロン。で、こちらですね。こちらちょっと俺、三木さんの本読みたくなりました。三木さんについて書いた本。そうですね。人体5億年の記憶っていうのは、ぜひ、養老先生が推薦してた。推薦。はい。ぜひぜひ読んでみたいと思います。うんちを握れ。そうですね。はい。ぜひぜひご興味がある方は読んでみてください。本日は布施先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。やっぱこれ斉藤さん大人になってから学ぶって面白いですよね。やっぱり学び続けるってこれね、大人になると逆に難しくなっちゃうから難しいですよね。こういうの良かったですよ今日。だからそういう機会いただいて。そうですよね。で、まあ、一応この番組スポンサードを受けてるんですけども、うん、まあ、そのね、なんか前大学っていうのがあるらしいんですよ。あれじゃないですか、うん、変わられたな斉藤さん。そうそうそう、斉藤資本家川上資本家川上が使って資本家川上言うんですか前大学っていうのがあって、まあ、なんかオンラインでいろいろ学べる大学みたいのができるんですけど、うん、斉藤さん絡んでるんですか。なんかいやちょっとそれまだあれなんですよ。まだって言ったら分かるまたね、N コーみたいなオンライン高校の大学版みたいなのができるらしくて、うん、まあ、何歳になって学ぶといいなと思いましたけど。いやそれオンラインだと、まあ、こういう YouTube みたいなのもいいし、ああいう前大学みたいなのもね、どんどん学ぶ機会が増えるっていうのはいいことですね。そうですね、高校生ももちろんですけど大人学べるとみたいなのもありつつ、今日は本当に面白いお話をですねいただきました。